ヘパシウイルス属はフラビウイルス化の一本差プラスサ RNA ウイルスの属である。ヘパシウイルス C に属する C 型肝炎ウイルスは肝炎及び肝細胞がんに関連するウイルスで知られている範囲では人を唯一の自然宿主としている。この属に属するウイルスはヘパシウイルス AP の15種に分類されている。この他にも 白ケネズミから分離された新しいウイルスがあるが、先述した属のいずれにも属していない。また、この分類群に含まれる別の未分類のウイルスはアヒルヘパシウイルスに似たウイルスである。また、この属には白頭ワシから分離されたウイルスもある。ヘパシウイルス属のウイルスは球形の構造に包まれており、直径は約50ナノメートルである。遺伝子は線形で、 分割されておらず、長さは1 0キロビットである。宿主細胞への侵入は、ウイルスエンベロープタンパク質 E を、クラスリニーゾン存性エンドサイトーシスを取りなす宿主の需要体に付着させることにより、達成される。侵入後は、プラスサ RNA ウイルスの複製、転写の方式で増殖する。また、翻訳はウイルス自身が開始する。人間は、自然宿主として機能し、 性的接触や血液を介して感染する。人において C 型肝炎の病原体であり、ヘパシウイルス C に分類される C 型肝炎ウイルスは1989年に発見された。現在までに C 型肝炎ウイルスの1から7までの7つの遺伝子型と 1R、1, R 1ビットなどの86のサブタイプが命名されている。 1995年に発見された GBV-B ウイルスは、コウビサル、特にタマリンに感染することができるウイルスで、HCV と同様に血液媒介経路によって伝播され、ウイルス性肝炎に関連している。しかし、GBV-B は野生動物で確認されたことはなく、その自然宿主は不明である。その他のヘッパシウイルスは、コウモリ、ハタネズミを含むゲッパ類。 馬及び犬から報告されている。牛はヘパシウイルス N 種に属するウイルスの宿主でもあるようで、ある。で、春ヘパシウイルスはシカマウスに見られる。優雅な猫ザメからもヘパシウイルスに関連するウイルスが分離された。馬ヘパシウイルスには少なくとも二つのサブタイプがある。ヘパシウイルス C に最も密接に関連するウイルスは、 ヘパシウイルス A 種に属するウマヘパシウイルスである。ヘパシウイルス A はロバにも感染することがわかっている。ありがとうございます。